麺類と油ってすごく重要な関係性なので、おはようございます、榎本隆之です。今日のテーマは麺料理は油が決めてっていう話をします。ラーメンでも香味油ってすごく重要なポイントになるんですけども、でも他のうどんとかそばとかパスタとか、それもすごく油って重要なポイントなんですよね。ただのかけうどんよりもやっぱり油の混ざった天ぷらそばとか肉そばとかの方が旨味が上がりますし、パスタだってオリーブオイルにニンニクの香り付けした香味油的なものを使いますよね。だから麺類と油ってすごく重要な関係性なので、ぜひそこを意識して新しいメニュー作りやってみてください。今日の動画の解説も動画の下の説明欄に文章で書いてありますので、ぜひそちらも見てみてください。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。